はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は地球防衛軍5、だいぶ久々にまたねプレイしていきたいと思います。忙しい中ねまたバーヤさん、来ていただいたんでね、よろしくお願いします。どうもどうも、よろしくお願いします。はい、今回は68番から大いなる海までいいのかな、ベータ型侵略生物が市街地に侵入、最も現地に近いフェンサーチームが駆除に向かいました、その援護をしてくださいというミッションでございます。さあ、それではね、だいぶ日数空いちゃってまたストーリーも操作も怪しいところが出ていますが早速やっていきたいと思います。刺激、はい、装備も何も気にしてない、まずはやってみよう。まあベータつってるんでね、大丈夫でしょうって言って油断するとやられるパターンです。結構難易度上がってきてるからね、ノーマルの割にはやられるっていうパターンが。駆除を始めるぞ。でもまああれなんですよね、であのステージごとによっては難易度が違いすぎるね。本当にそれは思う。もうちょっとしたらね、あとパソコンとかもね最近新しいもの来てますんでね、買ったんで、うまくいけばね 4K 動画とかも撮れるようになるんですよ今度から。巨大な答えを確認。なんと 4K の地球防衛軍、まあ別に、あら雲でかっ、何がいるの、絶対雲がやばいし、あの自分の目で確かめてください、でかい。何、雲がでかい、細かいのはいっぱい見えるけどな。あ、でっか気持ち悪いあそこの市民ダメだ、データの収集が、市民俺が吹っ飛ばしまった、直ちに駆除してください。なんだこのサイズ、でかすぎだろ。あ、ひっくり返った、あれもう倒した、巨大な怪物を攻撃しよう。いや違います、全然倒してない、倒してない、ちょっとダウンしただけみたいな感じか。でっけえ、これは怖い。全然それ持ってるだろうね、ダウンしてるけど、その後倒れそうもないな。何今の動き、早い。あ、これショットガン向けかな、ひょっとして。うわ、思ったよりダメージがでかいね、やば、これやべえ、思ったよりダメージがでけえぞ。巨大なベータ型を撃破しました。倒した、よし、危ない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 、あんなヤバいのがいきなり出てくるとは。あ、バーヤさんが横からアイテムをかっさらってった。あっち返したるんで、よし。しかし地球防衛軍だと 4K とかにしてもあんまり意味ないのかな。なんかほらゲーム側がそこまで出てなかったらもうやる意味があんまないもんね。別にあの画質がどうのこうのっていうゲームじゃないんだけど、またでかいのいる。わお、いっぱいだ。あそこの値段いくらぐらいすると思います？パソコン？もう今回私がその 4K 収録用にと思って買ったパソコン。ああ、なるほど、お値段当てクイズですね。いいでしょう、まあ20ぐらいか。いや、もうちょっとするんだよ。何？30。もう一声言ったんだよ。なんと、では35？ いや、実はもうちょっと。なんとなんと、さらにてか、ちょっと待って、あ、雲が2匹いますね。勇気なことする場合じゃない。あ、死ぬ。まあ、実はね、40ぐらいするの、実は。あらら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 。ね、もう一気に、他のゲームでも紹介したんだけどさ、買ったものはね。はい、まあ、はいはいはい、本当にね、4Kの、ためにね、将来的にするためにもうこれ以上ないパソコンを仕上げたらね40万ぐらいかかっちゃったっていうね。こだわりの40万、これあれですね、それプラスね 4K の収録機 GC553 がね3万5000円やったか3万以上したのは覚えてる。すげー高えなと思いながら。つまり地球防衛軍のあの入隊資金使ってたわけですね。ああ、そうですね、もうあのやられた時のあのお金まで降りたんじゃねえかっていうぐらいの必要なぐらいのインセンティブ全部使ってしまった気がする。もう派手に使っちまったぜ。この1ヶ月で実況の環境整うのに60万ぐらい使っちゃった。今巨大なベータ型をキングと呼称します。キングだってやがましいわやがましい名前つけてしまった。やつは消えたってくれ。キングにふさわしい戦闘能力を持っているようだ。十分に注意しろ。キングって言うとね、俺ちょっと違うの浮かんじゃうんだよ最近。何ですか？最近さ7つの大罪ってアニメあるじゃない。
漫画って言ってみたいな。あっちのキングか。あれをね、あんまりちょっとよくちゃんと見てなかったんでね、ちゃんと1巻から全部読んでたらさ、キングって言ってるけどこっち浮かんじゃうんだよ、はい、まああっちのキングもそんなにね、あの気持ち悪いキングの時もあるからね。ちょっとバーヤさんそっくりな方の、ちょっと待って待って、失敬な、誰が案内なんて。ほら、キングに失礼だろ、ね、キングだってな、好きであの姿してんじゃねえんだろ。いや、あれは好きでやってるんですよ。危ない危ない危ない、もう喋ってる余裕がなくなってきた。危ない危ない、おー、いっぱいいるぞ。いいんだよ、甘い、よし、またでかいのがいるのか。バーヤさんが戦ってる、援護してやるぞ。倒しました。キングの駆除に成功。よし、キングは浮いてる。怪物だ、キングは一体どこから来た。よし、やったぞ。あら、結構早く終わったっすね。割と簡単に片付いたね。なんかちょっとボイスの設定をね、落としたらちょっと聞こえにくかったな。もうちょっと上げるかな。あら、了解。ちょっと待ってね、あのね、ゲーム中のね、ナミの人が喋るやつがちょっといまいち聞こえなかったな、はい、45にしとくか。いまだになんかベストな音量調整ができないっていうね。私があの適当に耳で聞いて、あ、大きいかな、あ、これ小さいかなとかでかちょこ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 いじってるから、全然その時の調子で変わるっていうね。もう69話目ですよ。69話目にして未だ音量調整をする。決まらず、ね、なんてこった。適当やわ。はい、69、はい、空戦機でいいのかな、救援要請、新型ドローンと光線、負傷者多数。あー、これはバーヤさんの出番でしょう。そして私、あのショットガンダメですね、これはさすがに。変えてきます。あ、どれでいこうかな。 あ、いいのまた使えるね。レベル17のやつ使おうかな。レベル 17?、うん、ちょっとどうだろう、なかなか良さげなね、スナイパーライフル。またワンランク上のやつを使えるようになったぞ。ダメだ。さあ行こうじゃないか。ちょっとお待ちよ。でもレールガンが効かないって書いてあるのかな。この隊にはレールガンが配備されていたはず。それすら歯が立たない相手ということです。十分に注意してくださいって書いてある。ポンコツどもが。新型ドローンか。また新型出るのか。あれもともと結構早いやつとかも出てきたのにね。そうですよ、もうなんか新やで、新型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 って。そうや、新型、新しいもんはいいもんだよ。俺の周辺機器もみんな新型だ。 4K テレビ、 4K モニター、言うことなし。モビルスーツの違いがね、決定的なね、戦力の差ではないことを教えてやる。偉い人はいい。おー、バヤさんが突っ込んでいく。しかしすごい雨だな。うわ、なになになに、これが、え、これドローンなの。みたいですね。ショットガンで十分、片声十分良かったよ、ショットガンで。新型ってよりでけえな、新型。なんかでもちょっと個人的に好きなデザインだ。なんか色合い、黒と赤のこの混ざったやつ。黒と赤、イタリア語でロストネロということです。よく知ってるね、そういうの。適当に撮ったら笑うけど、実は適当でやった。ちゃんと調べたら後で。ちゃんと正しいですよ。適当に言ったバーヤさんっつって。あれです、あのイタリア語でね、ネロが黒です。おお、ロフトが赤だったはずです。あれ、そういう学校かなんか出たってこと。いや違います、僕ただサッカー好きなんで、あのサッカーのミランっていうチームが黒と赤がユニフォームのメインカラーなの。そういうので覚えたってことは。で、はい、一瞬、はい、一瞬あのすごい人なのかなって一瞬思ったけど。あー、ちょっとそれでもよかったっすね。額があるんで。当たんねえ、このスナイパーライフル。当たらんすね、こっちも。ダメだこれ、なんか
3つ飛ぶんだけど届いてない。もっと近くに行かなきゃ当たらない。ダメじゃん、ダメ。スナイパーライフルが近くに行かないと当たらないってダメでしょ。あ、だめ。あれ射程内に入ってないのかなこれ。しかもね、狙ったとこに当たらないの。なんか3つポンポンポンと あさっての方向に飛んでいく。スナイパーライフのスナイプってどういう意味ですか。狙撃ですよ、狙撃。狙うんすよ。狙ったところに行かないと。もう、あー、行かないっすね。しかも届いてないのかな。そうそう、あれですよ、もう点が決められないフォワード並みにいらないですよ。持ってきた武器なのにね、いらなかったわ。あー、すごい攻撃してる。どのぐらい近くだったら当たるんだ。あ、結構近くまで行かないとダメだねこれ。結構強いですね。攻撃力は意外とある。意外と半分削られた。俺は割と大丈夫かな、ね、今のところ狙われてないからかもしれない。あー、いけいけいけ、ほんとにいけ。これこれやべえわ。攻撃力高っでしょ。攻撃されたら一発で分かった。とんでもねえ兵器だこれ。ほんとだ、もう半分減ってるじゃないですか。おちょっと食らっただけでね、あの一発一発が 2,30 ぐらい持ってく。これね、絵的に地味ですけどね。あー、ちょっとやりづら。あの、きっとアンダーベースですね。どれか1体倒したいな、さっさと。やないと、やられちまう。さっき1個どうしたんですか。はい、取った。このドローンは圧倒的な戦闘能力を持っています。ですね。たった数機で歩兵部隊を壊滅させるほどの。人類を抹殺するためにこんなものを作り上げたか。そう、人類を抹殺するためだけのマシンかよ。そう、厄介なもの作りやがって。この殺戮マシンを以後インペリアルドローンと呼称します。インペリアルドローン、名前つけてる余裕があるんだったらさ。どんどん増えていくな、新しいやつが。おお、なんかいっぱい回復アイテム落ちてきた。倒しましたよ。ありがてえ。恵みの雨だ。まったく。いいですよ、僕のことを神のように崇めたがる。なんだって。いや、何言ってるんですか。恵みの雨を降らしたのは今の僕ですからね。いや、最初から降ってたしな。忘れない。雨は最初から降っていた。いや、待て待て、いい。当ててる、外れてる。あ、当たった当たった。なんか当ててるやついるんで、そいつ行きます。いいよ。あー、行かないで。ほらよ、釣れないのね。あ、ダメ。攻撃していいよな。しかし全然ダメージが取ってないみたいな感じだな。ビクともしてね。地味な戦いになってしまったな。あんまり派手じゃないな今回。ですね、雲といい、これといい。こればっかりはね、なんか割とそんなに大変じゃない。派手さも少ないな。よし、とりあえず回復も取ったし、武器やらヒットポイントの増加のアーマーとかも取っとくと余裕があれば。そうですね、回収し、これ自己回復とかしねえよな。まさか。さすがにそれはないんじゃない。ドローンで自己回復まで始めたらちょっと厄介すぎでしょ。それされるとね、それさすがにあのエイリアンの特権みたいな感じになってるでしょ。固有スキルみたいな。ですよね。さて、大体回収したよ。はいはい、もう片付けちゃってもいいんだぜ。あと4機。足がね、あっちの方が足回りいいんですよ。ああ、早いもんな。よし、あと1機か2機か。開いた、蹴った。当たるかな。はい、やっほー。結構ね、一発当てるとね、すごい勢いで離脱してくんだよあいつ。そうなんですよね。だからそこのヘイトをもらって、あのヘイトじゃないや、あの要は逃げたところか、もしくは雪山さんがこうヘイトもらってるところを後ろからこっそり近寄っていくんじゃない。いつもと逆がいい。そうだね。危ない危ない危ない。突っ込んでいきやがった。このスナイパーライフルはやっぱ失敗だ。絶対次使わねえぞ。あと一発か二発で落ちるはず。もうちょい。落とさーい。倒した。終わった？どうだ？よし。なんかセリフでも入るのかなと思って入らなかった。アイテムだけ1個だけ。
よし取った。ギリギリ間に合った。はい、お疲れ様。成功取るぞ、俺は。大事ですよ。よし。さて、それじゃあ今日はね、この3つ目で終わりたいと思います。70番アンカー破壊計画。多数のテレポーションアンカーが市街地に落下、怪物を出現させていますと。何で行こうかな。歩兵だけでは駆除が難しい状況。そのためコンバットフレームを投入しアンカーを破壊します。コンバットフレームってなんだっけ、ロボットコンバットフレーム、まあフレームだからロボットじゃないですかね。よし、とりあえず何で行こうかな。ショットガンまた持ってくか、うん、ショットガンとロケラン。武器限界が18、なんか増えてないかな。まあ特別使えそうなのないからね。お、これはこれは、お、なんかいいのあった。あ、ダメですね。いや、なんかね、新しいあのウィングダイバーさんはね、なんかエンジンみたいなのがあるんですよ、コアって言って。あ、はいはい、あのそれによってあのいろいろ力が違うんですけど、今つけてるのがその特殊なやつで、前方にブーストダッシュするときに、うん、ちょっと 1.3 倍だから 1.3 倍速く動けるんですね、 30% 増しで。でもう一個上のやつがあって、おっと思ったんですけど、エネルギー容量がでかいんですけど、うん、飛行速度がマイナス 10% なんでダメです。ああ、それなら今のままで良さそうだね。ですね。というわけでこのままいきます。はい、じゃあそれではね、本日最終ミッション70番やるぞ。おう、アンカー全部へし折ってくれてえんやで歩兵部隊はコンバットフレームと共に残守しろ。めんどくせえ、いっぱいいる。側面から突入部隊を無視して、あのまずアンカー潰します。いいよ、こいつから。あ、じゃあそう、手前のお願いします。あの奥の行くんで。了解。同時に攻撃した方が良くなかった。いや、大丈夫。あの俺そんな破壊能力ないぞ。あ、なんか、あ、そうか、まあまあ味方もやるんでいいんじゃないですか。まだ壊せない。コンバットフレームに近づけるな。まだか、自分も2本だ。さあ、どんどん行くぞ。あれですね、おお、 DPS が2倍です。ロボットはいる。すげえ、ザフみたいなやつがいるぞ。ビッグアンカーが確認されている。十分に注意しろ。強い、このロボット強いぞ。こいつ動くぞ。素晴らしい。ちょっと待て、赤いカエルがいます。赤いやつ、あ、コウモリも、はい、あ、コウモリガエルみたいなやつもいるぞ。コウモリガエルがね、地味に緑色の入ってくる。あー、痛い。私はまだウィングダイバーじゃないわ。すぐに破壊しろ。これはアンカーも多いけど、バーヤさん行った方面はもうなんかすごいことになってるな。良くない情報です。良くない情報ですか。海生物アーケルスの移動ルート上にあるようです。なんでほってい、なんだと。危ないね。距離を測って、迅速に任務を遂行しろ。アーケルスが来るぞ。来てしまうぞ。ありますよ。よし、オッケー。アーケルス接近。もう来るのか。この状況で迎え撃ちたくないな。ちょっと待ってくれ。この状況であんなの来られたら。マグニフィコ君。あー、来た。来たか。アンサー。あー、来てしもうた。この状況で現れた。アンカーを先に壊さなくてよ。よし、ナイス。アンカーはまだ残ってる。これほぼほぼ壊したと思うんですけど、どうでしょう。わー、すごいな。バヤさん潰されるぞ。もう潰されました。よし、こいつは俺と差しでやり合いたいようだ。この野郎。この作戦の目的はテレポーションアンカーの破壊だ。怪物とアンカーを破壊しろ。アーケルスはその後だ。はいはいはい、了解。アーケルスに着弾。じゃあちょっと自分はあれですね。見てもダメだ。あ、テレポーションシップじゃないか。アンカーか。ごめん。アンカーの方を頼む。はい、ほーい。
ったらアンカーどこにあるんだ。アンカーでも全部壊れてんじゃねえの。もうまずい、うん、爆弾みたいなのが、うわあ、何やがれ。ビルの倒壊に巻き込まれて狙い目にあった。生きてたらな。そう、こいつこいつマジ許さねえ。まずいこの野郎、顔面にぶち込んでやる。このグラントも、多分終わったっかいな。 GX4 間もなく到着する。早く来てくれ、ペンギンがあるなら。 GX5 こちらもだ。また俺この戦いは終わった。結婚するんだ。カエルに一瞬食われかかった。あのコウモリガエル食われてくるんだな。びっくりした。今何に襲われたんだと思ったもん。アンカーあった。ちょっと行ってきます。これはまた爆弾が、あああれは仲間を、うわ死ぬか。雪網次回に死ぬ。あ、またまた爆弾。ちょっとあいつ卵のようにポコポコ落としやがって。おお大爆発だ。すまねえ、いかこいつ、こいつマジ許さねえ。落ちろ。よし、いいぞ。本来の目的は達成した。はい、アンカーは攻撃しろ。アンカーは大丈夫だけど、こいつも、こいつも倒さねえと。勝負。攻撃の効果を確認。よし、効いてる。アーケルスを倒せるかもしれません。こちらがちょうどアンチポイントね。でも倒れないなんて。倒れねえ。爆撃やミサイルすら通じない相手です。味方の攻撃です。奴は不死身か。すげえな。アーケルスの再生能力を上回る攻撃が必要だと思われます。なんてこった。現在方法を検討中です。今検討中なのかよ。そう、かなりダメージ与えてるのに再生されてるのか。どうして地球防衛軍の方々はみんな後手後手に回るのか。まあさすがにテクノロジーが上だからだろうな。まあそうなんですけどね、あまりにも遅まっというか、もっと強力な武装で一気にやれればな。命を張った変化。行ったか行ったか、さよならか。移動開始しました。撤退したのか。鳴らすのはこの先ですよね。ああ、ビルやら壊していきやがった。あら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 。アーケルスは逃走している。無理に追う必要はない。作戦完了。私たちの勝利よ。よし、めちゃめちゃやったぞ。見てください、このやった、ね、私たちのこの、あーやべえ、なんか攻撃してる。くそ、バーヤさんを吹き飛ばすはずが俺が吹き飛んだ。なんてこった。いや、人を呪うアバだと。くそー、アナスタってやつです。なんてやつだ。あれ、もしかして俺のことが言われてるし。はい、というわけでね、今回3つのミッション、攻略という感じで、終わりたいと思います。次回71番ノームの激戦からやっていきたいと思います。なんか言葉的にはちょっと大変そうだね。またあの霧が見えないステージは本当やりにくかったの覚えてる。そうっすね、ちょっとあれは嫌だな。しかも処理落ちするし。はい。いや、まあ霧にね隠れてバヤさんを撃ち取るっていうね手もありますんで。マジな、敵は本能寺にあり。はい、というわけで、ね、ぼちぼち今日はねこのぐらいにしようかな。はい、バヤさんもありがとうございました、はい、忙しい中で。またちょっと落ち着いたらね、やっていきましょう。ちょっと私の方収録機器設定とかね全部終わるまでまだちょっと日数かかりそうなので、パソコンの方もね一旦変装になりそうなので、うん、せっかく買ったのに40万がせっかく買ったのにね、一旦ちょっと戻して確認したいことがあるような形になりそうなんで。なるほど、本調子になったらしっかりやりたいですね。戻ってきてその一部サウンドカードだけちょっと不具合っぽい感じがあるので、そこさえ直ればもうね 4K の動画収録やれるなって。まあこのゲームでは 4K で撮らないかもしれないけどね。なんと 4K デビューはできないか。はい、はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。